私みなみです。よろしくお願いします。日本から来ました。ラブソングのようにきらめき、ラブソングのようにときめき。そうですね、アニメとかゲームとか、あとはドラマ CD だったりとか、はいはい、声でお芝居をして。声だけでです。そうですね、はい、基本的には声だけでお芝居をしたりとか、はい、まあでも最近はすごい歌を歌わせていただいたりとか、はい、あと雑誌で写真が載ったりとか、はい、なんかいろいろするんですけど、はい、すごいマルチタレントみたいな感じになってるんですけど、でも基本的には声でお芝居をさせていただくっていう仕事です。余計なこと言って怒らせてしまって気持ち伝えれない。そうです、初めてです。なんか普段ね、あんまりこうやっぱ日本でイベントしててもやっぱりこう日本のお客さんがやっぱ多いですけど、今回は全然もうむしろ日本の方はすごい少ないっていう状況で、なんかでも皆さんすごい作品のこと知ってくださってたりとか、なんかもちろん私がそのキャラクターの声を演じてるってことを理解してくださってることがすごい嬉しくて、あ、なんかすごく、まあ、飛行機ってすごいなんか長い旅だったんですけど、でもすごい長い旅ですごい離れた地なのに、はい、こんなに作品のこと知っていただけてるって本当になんか興奮しました。すごい嬉しい。はい、なんかもうずっと言ってるんですけど、はい、なんかもう魔法使いになりたかったっていうのも一つの理由なんですけど、なぜ魔法使いになりたかったんですか？私ハリーポッターが大好きで、はい、そうとか、あとカードキャプターさくらとか、なんかそういう魔法を使って何かすることを見るのがすごい好きで、私も魔法使いになれたらいいなって思って、はい、なんかこう魔法使いを目指したりとかしてたんですけど本当のイギリスとかに行こうかなと思ってたぐらい。ありますよね、学校が。そうです。でけど、あとでもなんかそれがお芝居に結びついたのは、なんかアニーというミュージカルを見て、最初なんかミュージカルスターになりたくてすごい影響されやすいんですけど、そうでもなんかミュージカルスターになりたかったんですけど、でもなんか魔法使いにもなりたくて、なんかいろいろできるのなんだろうと思った時に、こう声優のお芝居って本当に顔を出さないので、キャラクターになりきって、なんかいろんなキャラクターになれるので、なんかこう変身魔法を使ってるような。そうですよね、全部が叶った感じ。そうなんです。なんかすごい天職だなと思ってます。すごい。そうですね、なんかもう本当に演じさせていただいたキャラクターはなんかもう全部本当に自分の中の人生の糧になってるので、なんか特別な誰かを選ぶってなかなか難しいんですけど、はい、まあ、でもなんかこうアイドルマスターの馬場好美ちゃんだったりとか、あとはもちろんアイカツの風さん、そらちゃんだったりとか、そしてなんかすごい海外のファンの方も知ってくださってる職人の相馬田所めぐみとかももちろんですけど、はい、もうなんか最近やらせていただいてる役ももちろん、一番最初に初めてレギュラーで撮らせていただいた役ももちろんですけど、なんか本当に全てのキャラクターに思い出がありすぎてなんか一つ一つ語ってったらすごい長くなっちゃうから選べないぐらい。選べない。すごい素敵な思い出ですね。はい、これからもちょっと選べないぐらい素敵なお仕事増えていく。はい、そう増えたらいいなにしています。 ありがとうございます。頑張ります。はい、アニレモにお越しの皆さん、アニレモ楽しんでますか、もしくは楽しみましたかですかねそう、すごい素敵なイベントに招待してくださってありがとうございました。皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思うんですけれども、また必ず戻ってこれるようにアニレモに私も頑張りますので、皆さん毎日楽しく過ごしてください。アニメ大好き。